Mi piace molto la Fiat Panda. 毎度、最近メタボのおっさんが乗ってるあの車って何ですかって、なんか会う人にたまに聞かれるんですけど、まあ今日はそんなこともあって私の愛車を紹介したいなと思います。こう見えても食い物以外に車も結構好きで、本当はね、あの石油が庭から出たらごっつい車欲しいんですけど、まあそんな吹いて湧いてこないので、コンパクトか、しかも A セグメント、まあ行って B セグメントぐらいの大きさの車を探していました。で、フィアットのチンクエチェント気になって、フィアットのショールームに行ったら、パンダがね、候補急上昇に上がってきました。チンクエチェントが2ドアなんですけど、パンダは4ドア、まあ後ろがあるから3ドアと5ドアなんですけれども、うちは3人家族なので、ドア4枚ある方がいいなと思って、可愛いなと思って見に行ったチンクエチェントより、なんとなくパンダの方が候補かなというぐらいの、この時はそんな感じでした。そして次はスイフトスポーツ、ちょっと A セグメントから飛び出して B セグメントになるんですけど、スイスポ気になって試乗してきました。あ、これ乗ってね、やっぱマニュアル車いいよなと、まあ、自分で運転してる感じになりますもんね。ここで一旦ちょっとマニュアル車ということで、スイスポにグワッとこう持ってかれます、気持ちを。スイスポでマニュアルええなと思って、そういやフィアット500をチューンアップしたアバルト595があるやんということで、アバルト595を今度は試乗してきました。まあこれ AT モード付きの5速のシーケンシャルなんですけど、あのちゃんとした5速のマニュアル車もあるので、あ、このまあボボボボボっていう音もええなと思ってたんですけど、やっぱりねこれ、2ドアっていうか、まあ、ハッチバックで3ドアなんですよね。だからまあアバルトもちょっとパス。もう一回 A セグメントで4ドア以上の車を探して出てきたのがトヨタのライズとダイハツのロッキーです。まあトヨタのライズはあのダイハツの OEM なので、まあほとんどグリルとかちょっとしたこと以外は一緒なんですけど、人気でかなり納車待ちっていうだけあって、 A セグメントでこの広さと、このまあ SUV のこの資格が高いっていうのがね、やっぱなかなかええなと思って、これマニュアルあればいいのになと思ったんですけれども、トヨタにもダイハツにもマニュアル設定はなくて、どまで買わなあかんな、でもこれかなりいいなと思って、ここでかなり、揺れ動かされます。でライズにしようかな、ロッキーにしようかなと思ったんですけれども、なんとなんとここで奇跡が起こります。今まで、こうやったらいいのになっていう条件が全て満たしている車が、なんと見つかったのです。もう一回その条件を、まとめますと、 A セグメントで、マニュアルで、ドアは4枚以上で、SUV、車高が高い車がええなと思ったら、そんな車おらんで思ってたら、ほんまに、その全ての条件が揃う車が、出てきたので驚きですというか、それは言っとかなあかんなと、思って決めました。ちょっと予算オーバーやったんですけど、まあいいかと思って。でその車とは何かというと、こちらのパンダクロスです。パンダクロスとは、前半に出てきた、パンダの SUV 版、ちょっと 4WD で車高が高い、しかもマニュアルトランスミッションしか選べない、で色ももう限定150台しか日本に入ってこないので、この色しかないという、まあ、選択肢がない車なんです。だけども選択肢がない代わりに、もう僕からしたら全ての条件を満たしているので、あ、もうこれやと思って、決めました。フィアットパンダ FF のパンダイージーはいつも売ってるんですけれども、時々 4x4、4WD を、台数決めてね限定販売してはるんですけど、だいたい150台とか200台ぐらいなんですけど、まあ、色が、その年その年によって違うんですけれども、トランスミッションはみんな、雪道走るとかはやっぱりオートマよりもマニュアルの方が上なんかなということで、ヨーロッパではねまだまだマニュアル車って設定はあるんですけれども、日本はねやっぱり信号が多いし渋滞も多いしっていうことで、もうほとんどマニュアル車ってなくなってしまって、オートマばっかりになってるんですけども、その四駆の、パンダの限定車が、2020年はその SUV 顔つきもちょっと違うこのパンダクロスに、なって、販売限定150台販売されました。
でパンダクロスは、ヨーロッパで発売された2014年ぐらいに、まあ、画像で見てかっこええなと思う。このなんとか縁が黒いのはね、普通のパンダかわいいんですけど、これはかっこかわいいというのかな、なんかこう引き締まってね、すごいスタイリッシュなデザインやなと、憧れていたんですけど、この本国でパンダクロスが発売されてもう5年ぐらい経ってもね、全然日本には来ないから、このパンダの3代目もそろそろ、モデルチェンジするということで、このパンダクロスは、並行輸入じゃないとおそらく入手できひんやろうなと言われていたんですけれども、なんと、2020年の10月に、ディーラー車として、日本に、150台の黄色のみですね、輸入されるようになったというのが、です。でこの前そのフィアットにパンダ乗りに行ったり、アバルト乗りに行ったりとかしとったん で、でね、マニュアルがいいんだけど4ドアって言ってんでどうしようかなとか言ってで、ライズかロッキーになりそうや言うてたんですけれども、その後にパンダの 4x4 がね、マニュアルっていうことを分かったんで、まあ、中古で、パンダの 4x4 を探すかっていう時に、このパンダクロスが今度発売されるっていう電話がかかってきたっていうことで、私としたらマニュアルの、まあ、4x4 でもいいかなと思ってたんですけど、この外観のねパンダが、ディーラー車で手に入るっていうことはもうこれはちょっとこう相方さんにお願いして予算オーバーしても、頑張って仕事しますんでっていうことで、なんとか、我が家に来ることになったというのが経緯です。そしてまたいずれ、このパンダクロス、ご紹介していきたいなと思うんですけど、まあ、A セグメント日本ではね K という企画があるので、K だとラインナップかなり充実しているじゃないですか。でもねやっぱ K のね660と A セグメントとちょっと若干大きさが違う、K の、居住スペースは本当にパンダ乗って、この車は本当にねファミリーカーとして広さも十分だし、エンジンも 875cc で、まあ、ターボがついているツインエア2気筒なんですけれども、最初ね2気筒で900以下っていうとなんか非力じゃないかなと思うんですけど、全然家族3人で山道走ってもガンガン登っていくし、2気筒ってねやっぱバイクみたいにボボ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 っていう音がするから、乗っててかなり、まあ、うるさいとか静粛性ないのかなと思ったら、中はね40キロぐらいまでは割と、まあ、ダダダダダって振動があるかもしれませんけど、そっから先はもう、振動も音もないぐらい、乗り心地がいいです。マニュアル6速なので高速巡航もかなり安定しているので、予想以上に大満足の車かなと、思って、中身も外も、走りも、大変気に入っています。それではまた、愛車のパンダクロス、このチャンネル内で皆さんにご紹介できたらなと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さんまた See you!